やれやれ、予想通りか。はあ、当たってほしくはなかったけど。まあ気づかれますわよね。あの日以来、マスターのなされようにお前が納得していないのは知っていた。でも本当に後悔しない？ここでたもとを分かつことになっても。するに決まってるでしょ。あなたたちのことだって。ですが、マスターに導かれた魂はもう私自身を欺けない。私も手を貸してしまった世界に滅びをもたらす黄昏、それが意味することを斧が目で見極めると決めたんです。あんた見込んだ通りつうか。生きがよし。私たちの最古参でありながら最年少でもあった筆頭本当に成長したわね、二人とも。って、あくまで年下扱いですか？いろいろと盛り上がってんじゃねえか。マクバーン、まずったな。あんたは出かけてると思ったが。昔っから鼻はいいんでな、おいしい匂いには敏感なんだよ、青の騎士。それにいい感じに混ざりきったやつがいるからな。鬼とかし、週末の剣を振るって黄昏を引き起こした張本人、灰色の騎士、いや灰色の鬼、リーン・シュバルツァタイト流の構え。会場要塞で散々お世話になった。それでも覚えていないんですね、私たちのことも自分の本当の名前も。ああ、私にあるのは偽りの名と刺激される役目のみ。叶うことならカセを外して君たちに頬ずりしたいくらいだが。なんかクロウと違って全然変わってないような気が。それとは別に根本的なところで違いがあるみたいですね。ええ、コンパクの巡り方がクロウさんとは違うというか、言い換えれば私たちと変わりないですね。何？まさか青のチークフリード、それに聖女や両兵王と違って。ああ、彼らと違って私は不死者というわけではない。だがこの仮面は私の行動を規定し、潜在能力を極限まで解放する。なんというクーフ。さあ乙女たちを始めるとしようか。そしてことほぐとしよう。運命の開口と血湧き肉踊る宴を望むところです。昔からの恩人にしてかけがえのない7組の先輩、届かせてもらいます、アンゼリカさん。先輩、一つ聞かせてください。一体いつからあなたがゲオルグだったのか。あなたはクロウ先輩の死を心の底から悲しんでいた。そんな立場なら内戦の時にいくらでも介入できたでしょうに。なのに全てにおいて後手に回り、クロウの葬儀で帳尻を合わせた。そのあたりが境目と俺たちは睨んでいるが、どうだ君たち、そこまで見抜いていたのね。よくわからんが、それまでは別の記憶と人格だったってことかよ。ああ、考えてみればアルティナも攻防以前の記憶は消去されていた。そういった書き換えのような技術が黒の攻防にあるのなら。正解だ。クロウの死をトリガーに僕はゲオルグの記憶を取り戻した。そして偽りのジョルジュを演じながら
君たちに接していたのさ。全ては黄昏を導くために、知性としての使命を全うするために。いろいろ言いたいことはありますけど、今は問答の時間じゃない。そこを通してもらうぞ、ジョルジュ・ノーム。この人も本気で立ちふさがるつもりなのでしょう。ああ、それに加えてこいつもおまけしてやろう。魔剣アングバール。あんたが名手ってのから授かったとかいう剣かよ。ああ、外の断りで作られたこの世に存在しないはずの剣。クロウ、それに今のてめえなら食らいつけるんじゃねえか。買いかぶりすぎだっつーの。さて、そろそろ始めましょうか。暗き地の底にて交える決別の戦いを望むところ。届かせてもらうぜ、マクバーン。さあ、この胸に飛び込んできたまえ。ごめん、お願い。任された。さて、始めようか。それ。キャッチ。やあ。パシッと。ダメ押し。リーサル。クルセイド。なかなか情熱的だね。
悪いけど君たちはここで終わりだ。あとは任せた。あとは任せたまえ。そこだ。崩れた。そこだ。ガイウス。任せてくれ。そこまでだ。強制観察を開始する。もう一丁。これでとどめだ。ジャスティスバレット。絶空砲翼の力、思い知るがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ、その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。さあ、ガンガン行くわよ。はっ、私の本気見せてあげる。ガーはっ、せっ、ローザンライトニングしびれたかしら。よし、さあ本気で行くよ。ヴァンダールが双剣、とくと味わえ。行くぞ。とどめだ。ラグナウスパイク。カラドボルグ起動。見切れた。今だ。やった。くらえ。データを取らせても。そこだ。ここだ。ここだ。ここだ。やれやれ、ずいぶん粘るね。デュバリー、お前にも覚悟してもらう。残念だけどここまでよ。ニエとしての力も見せてもらうぜ。ホロビア。仕方ないわね。行くぞ。受けてみろ。侵略の中心クロスリベリオン。グリさあ行きますわよ。まだまだこれからですわ。プリズムキャリバー。グリ、やれやれ、これはきついわね。くっ、厄介な。
なんという。そうだ、いいじゃねえか。このまま最後まで盛り上がると。クロスリベリオン。クロ、てめえ食らいなさい。プリズムキャリバー。おお、このタイミングで。ここは任せなさい、シュワルツァー。あんたの大切な人たちはすぐそこまで来ているわ。理性も名前もなくしてなお何を求め剣を振るうか、己自身と向き合ってせいぜい見極めてみせろよ。先行するがよい。ユナ、アルティナ、ミゼ、ここは私たちが食い止める。リーンさんはすぐそこですが、何かに飲み込まれかけています。でもあなたたちなら大丈夫、きっと取り戻せるから。了解しました。お言葉に甘えます。ドールズ新七組先行しますね。ここまでとは。行きたまえ、クルト、アス。ここは僕たちが食い止めるから。リーンは何かに飲み込まれ自分を失っているようだ。せいぜいお前たちで活を入れてやるがいい。引き受けました。あんたらの分までお見舞いしてやるよ。